ロバート・ハラバーク、ウィリアム・ストラットが、ウィリアム・ジョン・ウィルズ・バーク・ウィルズ探検隊とは、1860年から1861年にかけて、ロバート・ハラバークとウィリアム・ジョン・ウィルズが率いた、総勢19名の探検隊のこと。彼らは、オーストラリア大陸縦断を目指し、南のメルボルンから2800キロ離れた、カーペンタリア湾まで到達した。当時、 オーストラリア内陸部を探検した者は、先住民以外になく、ヨーロッパ系移民たちにとって、未知の世界だった。南から北へ向かったオーロは、成功に終わったが、指導者の力量不足と不運が重なり、袋で隊長のバーク、副隊長のウィルズはどちらも死亡した。オーロ、袋で合計7名が命を失い、ことに、クーパーズクリークの補給所から北進したタイでは最も、 若いジョン・キングの実が生き残り、探検を終えて、メルボルンへ生還した。1851年、金がビクトリア植民地で発見されると、芝叩く間に起こったゴールドラッシュで、おびただしい人数の移民が殺到した。メルボルンは、オーストラリア最大の都市となり、植民地は、驚異的に富むことになった。この一大ブームは、およそ40年続き、この時代は、 共担すべきメルボルンと呼ばれる。イギリスから金を求めてやってきた、ある程度の教育のある人々が増え、学校、教会、学術団体、図書館、美術館を作っていった。メルボルン大学は1855年に創立され、ビクトリア州立図書館は1856年に建てられた。ビクトリア学術協会は1854年に創立され、 1859年に直教を授けられて、王立ビクトリア学会となった。1857年、ビクトリア学術協会は、探検隊を組織することが実際的かどうか、調査するための探検委員会を設置した。オーストラリア内陸部の探検については、ニューサウスウェールズと南オーストラリアでは強い要求があったが、ビクトリアではさほど熱狂的ではなかった。 王立ビクトリア学会の資金調達委員会に対し、匿名の寄付千ンドがあったにもかかわらず、注目を引くことはなかった。十分な資金が集まって探検隊が結成がされた、時にはすでに1860年になっていた。学会はビクトリア植民地探検隊の隊長を募集し、内陸の砂漠で乗り物となる、一コブラクダ24頭を買い付けに、ジョージ・ J ・ランドルズをインドへ派遣した。 数名の候補が挙げられ、学会は1860年初頭に会合を開き、ロバート・ハラ・バークを、隊長、ラクダを買い付けたランドルズを副隊長、ウィリアム・ジョン・ウィルズを第3位の補佐とした、バークとウィルズの二人とも探検の経験がなかったにも、かかわらず、二人が選ばれたのは不可解である。バークは、アイルランド生まれのオーストリア軍元士官で、後に警察に転じて、警視を務めたが、 未開地で生存する経験は実質的になかった。ウィルズは測量技師で気象学者であった。ウィルズは荒野での生活においてはバークよりも経験を積んでいたがリーダーシップを取り、その結果このプロジェクトの大きなマイナス要因となったのはバークであった。探検隊は1860年8月20日午後4時頃1万5000人の監修が見守る中、 メルボルン市内のロイヤルパークを出発した19名の探検隊中、イギリス人5人、アイルランド人5人、インド人、セポイ4人、ドイツ人3人、米国人1人であった。タイは6つの入馬者と、この任務のため特別に、インドから輸入された27頭のラクダを連れていた。探検隊には大量の備品が付いていた。ロットンの燃料用、木材、2年分の食料、 杉ぎ材で表面を覆った、多くの野営用テーブルと二つの椅子、のろし、旗、中国製のドラである。備品すべての重さは20トンにもなった。バークは、隊員、フランシスカ・デルが備品を船で、アデレードから輸送させ、マレー川とダーリング川で陸揚げすればよいと、進言したのを取り上げることなく、すべてを6つの馬車に積み込んだ。一つの2馬車が、ロイヤルパークを立って、すぐ、 初日の真夜中にメルボルンのタンエッセンドンに到着したばかりの時に壊れた。エッセンドンではさらに2台壊れた。激しい雨と悪路でビクトリア州を通過するのは困難で時間を浪費することとなった。タイは1860年9月6日にスワンヒルに到着した。そこでタイは一部の備品と隊員数名を残した。9月24日のギャンバラでバークは初めてラクダに 食料の一部を運ばせることに決め、そのため隊員の一部が残りの皇程を徒歩で行くことになった。10月初旬にビルバーカでバークと副隊長ランドルズはバークが60ガロンのラム酒を廃棄することを決めたことから抗論となった。ダーリング川沿いのキンチェガでランドルズは大の下界ヘルマンベックラーに伴われてタイから離脱した。ホサのウィルズが副隊長となった。 1859年7月、南オーストリア植民地政府は、オーストラリア大陸南北縦断を成し遂げた者に2000ポンドの報奨金を出すと発表した。経験を積んだ探検家、ジョン・マクドゥアル・スチュアートがこれに挑戦した。バークは、このスチュアートが北岸で自分を打ちまかすかもしれないと思い、彼はゆっくりとした工程に我慢ができなくなっていった。タイは10月12日に、 メニンディに到着した時、バークはタイを分けて、自身を含む8名を選んで、クーパーズクリークへ早く到達する計画を立てた。残る隊員には、後から大陸銃弾を目指す者が通りかかったら捕まえて、待つよう命じた。タイは10月19日にメニンディを出発、補佐に選ばれた、ウィリアム・ライトがガイドをした。トロット湿地でライトはメニンディへ引き返して、 残りの隊員と合流し、バークは、クーパークリークへ進んだ。1860年、クーパークリーク。1845年にチャールズ・スタートが川を見つけ、1858年にも、オーガスタス・グレゴリーが到達していた。バークは11月11日にこの地へ到着した。そして、北部の下見分を行うま、キャンプ63を、補給所として設営した。 薬病をもたらすネズミを避けるため、隊員らはキャンプを移動させる必要に迫られ、さらに川下のバラバラウォーターホールに二度目の補給所を設営した。このキャンプはキャンプ65で、彼らは防御策を立ててこの地をフォートウィルズと名付けた。厳しい夏の旅を避けるため、バークは秋頃まではクーパークリークで待機するであろうというのが大方の味方であった。しかし、 バークは12月16日まで、そこに留まっただけで、カーペンタリア湾に急行することを決定した。彼は再び隊を分け、補給書を、ウィリアム・ブラーエ、ドスト、マホメット、ウィリアム・パットン、トーマス・マクドノウに託した。バーク、ウィルズ、ジョン・キング、チャールズ・グレイは6頭のラクダと1頭の馬を連れ、ちょうど3ヶ月分の食料を携行して出発した。 袋1861年2月9日、バークらはフリンダーズ川デルタの支流リトルバイノー川に到達した。水の塩辛さと水位の緩慢で海の近いことは確認できたが、土壌困難な湿地と食料の欠乏のため、彼らは海へ到達できなかった。バークとウィルズはキャンプ119にキングとグレー、そしてラクダを残し、湿地を通り抜け、 24キロ進んだ後引き返すことに決めた。彼らが引き返した時、食料は絶望的な量となっていた。5週間分の食料しか残っていないのに、彼らは10週間でクーパーズクリークへ引き返すことになったのである。彼らが北を目指すうち、気候は厚く乾燥していたが、袋では雨季が始まり熱帯モンスーン気候特有の局地的豪雨が始まった。 ゴラーシンという名のラクダが歩けなくなって3月4日に乗り捨てられた。他の3頭は射殺されて途中で食料にされた。タイは唯一の馬、ビリーをディアマンティナガーのほとりで4月10日に射殺した。備品は運んでいたラクダや馬が減らされるにつれ道々で捨てられた。これらの場所で袋キャンプ32が1994年に特定され、バーグウィルズ歴史協会は 2005年に発見されたラクダの骨を称号して、この探検時のものだと判定した。彼らは食料を節約するために滑り比喩を食べ、グレーが捕らえた体重5 0キログラムの二色蛇も食べた。バークとグレーはすぐに赤痢にかかった。グレーは体調不良を訴えたが、他の隊員たちは毛病だと見ていた。3月25日バーク川のほとりで、 グレーは盗んだ小麦粉で粥を作り隠れて食べていたところを見つかりバークに殴られた。グレーは大河ポリゴナムシッチと呼んだこの地で4月17日にセ赤リで死んだ。グレーの死んだ場所は特定できず南オーストラリアのマサカー湖だと一般的に信じられている。バークがグレーを殺した可能性はひとまず置かれたが大出したバークの告白さは議論の的となった。 生き残った三人の男たちは、グレーンを埋葬するため、そして自分たちも、体力を回復させるためについたち足を止めた。彼らはこの工程で上と疲労からひどく弱っていた。彼らがついに、クーパークリークに到達したのは、4月24日で、待機していたはずのブラーエたちはわずか数時間前に、ここを経った後だった。一方、ウィリアムライトがいた、別動隊について言えば、 こちらはこちらで深刻な問題を抱えていた。彼はベニンディーからクーパークリークへ食料と備品を供給することになっていた。しかし手持ちの資金は尽きかけていたのと運搬用の家畜が少なすぎたことから彼は1月末まで動けなかったのである。後にバークとウィルズの死の原因は最終的にライトの遅延に返せられている。国書と飲料水の欠乏が ライト隊の移動を徐々に遅くさせ、先住民万事狩り族と可憐がパ族に苦しめられた。隊の3人、ルートビヒベッカー、チャールズストーン、ウィリアム・パーセルが旅の途上を栄養失調で死んだ。北へ向かう途上、ライトは、バロー側のクーリアートをウォーターホールでやえし、クーパークリークへ向かうバーク隊の痕跡を探した。彼がそこにいる間に、クーパークリークからメニーリーへ引き返す。 途中のブラーエ隊に出会ったのである。クーパークリークへ着いたバーク。ウィルズ、キング、ジョンロングスタッフがバークはブラーエに、補給隊は3ヶ月間、クーパークリークの補給地に留まるよう頼んでいた。補給隊は実際は4ヶ月以上留まったが、彼らの食料が底をつき始め、解決病の兆しが現れ始めた。補給地の周囲にはビタミンを豊富に含む滑りヒユが生えていたが、 これを食用に供することはなかった。彼らはバーク隊がカーペンタリア湾から戻って来られなかったと信じ込んだ。ブラーエはクーパークリークを立つことに決め、メニンディへ戻ることにした。しかし立つ前にバークが戻った場合に備え食料を埋め、その場所の目印となる木に伝言を刻んだ。ブラーエが補給所を立つと決めたのは1861年4月21日の日曜日であった。 同じ日の夕方に、バーク、ウィルズとキングがクーパークリークへたどり着いた。彼らが目にしたのは、打ち捨てられた補給所で、彼らは食料と瓶入りの手紙を収めた箱を取り出し、ブラーエタイが自分たちを待つのを諦めて今朝経ったことを手紙で知らされた。バークたちはわずか9時間違いでクーパークリークへやってきたのだった。3人は、ブラーエタイを見つける望みを失ってしまった。 彼らは休んで立ち直ろうとし、ブラーエイが残していったわずかな食料で命を繋いだ。そして彼らは最も海岸部から遠い南オーストラリアの辺境の定住地、マウントホープレスへ向かおうとした。これは砂漠を通過する240キロの行程を旅することを意味した。彼らは自分たちの精神的緊張を手紙にしたため、それを目印の木の根本に埋めた。 この一帯を救助隊が訪れることを期待したのである。彼らは木の目印を変えたり日付を変更をしなかった。4月23日、彼らは救助を求めてマウントホープレスを目指してストルゼレツキ砂漠へ立った。その間、メニンディーへ戻る途中のブラーエ隊は備品を運んでクーパークリークへ向かうライト隊と出会った。二人の男たちは クーパークリークの補給所へ戻ることに決め、もしかしたら、バークが戻っているかどうか確認することにした。彼らが5月8日に、クーパークリークに着くと、すでにバークらは、マウントホープレスへ向けて立った後で、キャンプは再び打ち捨てられていた。バークらは、この場所から35キロ離れた場所にいた。目印の木は変わっておらず、ブラーへトライトはバークが戻って来られなかったとみなした。 彼らは埋めた食料がまだあるかどうか確かめようとしなかった。彼らは合流してメニンディへ引き返していった。ブラーエがバラーバラーウォーターホールで埋めた備品の目印とすべく刻まれた木はクーリーバであった。ブラーエが掘った分は何であったが正しくは知られていない。下を掘れ3フィート掘れ、あるいは40フィート掘れだったとされる。到着した日付と出発した日付がそれぞれディセンバー。 6から60と、エイプリル21から61と刻まれ、キャンプの番号も刻まれていた。オーストラリアに自生する、電磁草の一種なるドゥユーカリの木から立って、すぐ、2頭のラクダ、ラージャ・トランダが死んだ。積み荷を運ぶ家畜のいないバーグ・ウィルズとキングは、十分な備品ラッシュで、ストレル付き砂漠を、マウント・ホープレスへ向け横断することはできず、3人は、クーパークリークへ戻らざるを得なくなった。 すでに食料は底を突きかけ、彼らは消耗していた。クーパークリークの先住民族アボリジニのヤンドルワンダ。族が彼らに魚やパドルという豆、地表に生えるナルドゥーの実から作ったブッシュブレッドの一種を与えた。ウィルズはユーカリの木の元へ戻ると、旅の間つけてきたノートと日誌を安全のため補給庫へ埋めた。バークは何の供給も家畜も置いていかなかったブラーへの、 批判を日誌に苦々しく記した。バークのシュクーパークリークで、3人は草の種を集め、アボリジニたちから魚や焼いたネズミをもらって、命をないだ。1861年6月下旬、3人はユーカリの木の上流へ向かい、救助隊が到着したかどうかを見に戻ることにした。ウィルズは旅を続けるには弱りすぎていたので、彼は一人残ると主張し、 いくつかの食料と飲料水をもらって、ブリーリーウォーターホールに留まった。バークは、1861年6月下旬に死んだ。確かな日付は不明であるが、1861年6月28日とされている。キングは、バークの遺体を埋葬して、ウィルズの元へ戻ったが、すでにウィルズは死んだ後だった。キングは、自分に食べ物をくれるアボリジニラの世話になることにした。メルボルンで、 いくつかの救助隊が結成された。ジョン・マッキンレイは南オーストラリア救助隊を、ウィリアム・ランズ・バラはクイーンズランド救助隊を指揮し、ウィリアム・ノーマンは HMCS ・ビクトリア号でカーペンタリア湾上からアルバート側を航行した。フレデリック・ウォーカーはビクトリア救助隊を、そしてアルフレッド・ハウィットがクーパークリークへ向けてメルボルンを立った。ハウィットは クリークのユーカリの計1861年9月11日に到着した。そしてその4日後、キングがアボリジニに助けられ生存しているのが発見された。悲惨な状態で生き残ったキングはゆっくりとメルボルニへ移送され、後に10枚と結婚する者の,の探検の精神的後遺症から回復することなく、9年後に肺結核で死亡した。ビクトリア州政府は、 バーク・トウィルズの死に関して審理委員会を開いた。ハウィットがクーパークリークへ派遣され、バーク・トウィルズの遺体が掘り出された。二人の探検家たちの収葬が1863年1月23日メルボルンで行われた。葬儀の車は10年前にウェリントン公の葬儀を行った際のものに似せて作られた4万人もの人々が葬儀に集まったと伝えられる。 バークとウィルズはメルボルン墓地に埋葬された。一方で悲劇に終わった探検は決して時間の無駄ではなかった。オーストラリア内陸の様子が完結し、そこには内海はないと証明されたのである。さらに重要なことは、大陸の別々の場所から送られた救助隊のドリもが大陸を横断する術を理解したことである。1862年。 記念碑がキャッスルメインの街を見下ろす場所に建てられた。そこはかつて探検隊を率いる前、バークが駐在した場所であった。一方、同年7月24日には、ジョン・スチュアートが6回目の探検の末に、現在のダーウィン東部の砂浜に到達し、12月17日に一人の犠牲者も出さずに、アデレードに帰還した。ビクトリア州の街、ベンディゴ、バララット、フライアーズタウンには、 記念像が建っている。1890年、探検隊が出発した地であるメルボルンのロイヤルパーク内に記念像が建てられた。記念像の名板にはこう刻まれている。この記念碑は、バークウィルズ探検隊が1860年8月20日に出発した場所を示すために建てられた。二人の勇敢なリーダーは使命を全うした後、帰還の途上に、クーパークリークで1861年6月に、 死んだ。この参考文献等は英語版作成時のもので、日本語版作成時には参考にしておりません。ありがとうございます。